それでは記事を熊田特派員に紹介していただきます。熊田特派員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。自民党自見英子氏参議院比例区の SNS 投稿が話題となっておりましたのでご紹介いたします。以下引用。自民党自見英子氏参議院比例区、性善説のみで作られ外国人の不適切利用が横行した国民皆保険制度、日本の高度医療が定額で受けられたり医療費未払いでの離日多発に長期期間、私は自民党 PTWG の事務局長として2019年健康保険法改正を実現、国内居住要件追加や未払い者入国拒否を可能に。引用終了。さすが医師、日本の国益守る着実な実績ですな。こういう仕事を続けて結果を出していただきたいですね。生活保護にも同様に切り込んでいただきますようお願い申し上げます。ネットの賛否の声を少しご紹介します。たかる外国人にばらまきすぎ問題にメスを入れる議員、地味先生、応援しております。そもそも外国人は全額自己負担にすべきです。本国で民間保険に未加入の場合入国禁止にすればいい。私は自民党支持ではありますが、国民皆保険なのになぜ多国籍の者が利用できるのか理解できない。日本国籍の者のみに限定し、外国籍の者が利用できないようにすべき。なぜ日本人が外国人を支えなければならないのか理解できない。日本人ももはや余裕はない。こうした外国人の健康保険ただ乗りが毎年健康保険料が上がっている原因だと思います。ぜひ小野田議員とタッグを組んでやりきってくださいなどの声がありました。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。